な。レディオアクアス、アクアス、アクアス、デレレデン、アクアスエイトドゥア。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。8月7日火曜日の555の時間が参りました。はい、はい、今日も元気におしゃべりしていきたいと思います。ねんです。よろしくお願いします。はい、トムです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、昨日はね、すごいスコールのようなね、すごかった。っていうか、そのすごい時ちょうど建物の中にいて、うん、なんか外はすごい雨とかって言ってて、降り終わった頃に外で、あ、宇都宮だったんだよね、あ、宇都宮もやっぱり降りました、同じ時間帯に、うん、で、大したことなかったんだけど、うん、そしたら県北はすごい騒ぎになってるみたいだけど、中澤さん大丈夫とかって言われて、うん、大丈夫って言われたって分かんないじゃんと思ったんだけど、ここにいるし、そう、今ここにいるのに分かんないねえ、私もちょうどアウトレットにね、ちょっと買い物に行ってみて、で、帰ってきてですセーフな感じでね、あ、よかったと思ってこう逃げられたんだ。家に帰ってきてからもうすぐ後にバーッと急に降り出して、へえ、なんて私はラッキーってちょっと時間でさ使い果たしちゃったなまたちょっとエネルギーチャージしないとなんてね、はい、思いながら、やっぱりね、アウトレットもすごくお子さん連れが多くて、またね、あの拡大して、あのこう水でね、なんかちょっと人工の川が流れててね、お子さんがそこでもね、暑かったので、昨日もね、足をつけたり、なんかもう半分体つけてね、遊んでましたね。え、そんなに大きいの川って？いや、なんかそんなに大きくもないんですけど、浅くて水がこうちょっとこう風情よく流れてるっていうかね、でこうきっと買い物疲れたお父さんだろうなと思って、足をつけてね、仰向けてボーっとね寝てたりとかね。あ、いいんだ、うん、普通なんかそういう、ね、ダメだったりしますよね、施設の水とかね、もう、うん、ダメですダメですみたいな感じじゃないんだ、うん、そう、あとはなんか少しね、車でのなんか出店みたいな、あの出店っていうか食べ物屋さんはいね、出てたりして、うん、なんかそこそこ、こうね、楽しめる場所だなと思ってね、うん、はい、行ってきましたけども。あ、そういうのも変わったんだ、ね、まだ行ってないんだよね、うん、もうだいぶ少しね、あのオープン当時よりは落ち着いて車も止められると思いますので、うん、はい、あ、そうそう、そういえば、ね、はい、今日アウトレットで夜、あ、はい、8時過ぎぐらいから花火上がりますよ。あ、ね、こう近くにいるとパパッと行けて、うん、私も行こう、私もそれ知らなかったんですよね。さっきトモさんが言ってて、おーと思って、今日夜はあの何もない、ちょっと行きたい。高山さん家も多分じゃない、絶対見えるよね。見えるよね。うん、ちょっとね、こう夕涼みに行くのもね、もしかしたら逆に混むかもしれないのでね、少し早めに行って、ね、買い物を楽しみながら夕飯もね、そこで食べて、うん、で帰ってくるのもね、あのいいね、スポットじゃないかなと思います、はい、ね、はい、それでは少し長く、ね、行きましたが、3分も話してる、はい、まずはね、今日も曲を聴いていただきたいと思います。今日はね、篠原信義さんの記憶の扉を聴きください。どうぞ。子供の頃に描いた夢を話してみないか、朝が来るまで。僕よりも弱い人も見つけては安心したって、僕よりも強い人を見つけては命令を待って、従うことに慣れすぎて本当の気持ちに気づけずに、もう鍵してはなすぎる毎日、小説家にもなりたかった。
な顔して嘘をつくとも信じられなくなって、一人ぼっち過ごす時間寂しくてたまらなくなって、作り話作り笑い繰り返しダギング身長も伸びたし大人ぶってる毎日、サッカー選手になりたかった、学校の先生になりたかった、スポットライトを浴びたかった、強く願っていつでも頼りにされたかった、誰にも尊敬されたかった、全ての人が君の仲間さ、これにしたくて、友達声を届けよう、子供の頃に描いた夢を聞いてくれないか、朝が来るまで。ね、記憶の扉を聴いていただきました、はいはい、だね、今日いつもとは違う曲を聴いていただいて、うん、またね、はい、違うリフレッシュした、はい、午後になるんじゃないかなと思いますが、うん、ね、今日はね、すがすがしく、あの洗濯日和で周り青空も見えてね、ただ車の中は超暑いですね。暑いです ね、うん、もうね、やっぱり皆さんね、なんかこう車を止めるときは窓ガラスの、フロントガラスのところにね、置いてますね、うん、置いて、うん、あれもね、やっぱり一つ、あとは日陰に狙って止めるとかね、はい、ありますけれども、はい、ね、くれぐれもね、あの、はい、バテないように、はい、私は大丈夫です、はい、はい、先ほどちょっとね、友達からメールが来て、元気ですか、夏バテしてませんよね、もちろんとかってね、はい、してませんっていう感じですが、はい、うんうんうん、少しね、この辺りもね、風が通ってきましたけれども、はい、はい、先日に私、あの、まあ、先週になるかな、あの買い物に行ったらね、あの饅頭がたくさん売られてましてね、かまなかったね、そう、うん、何何って感じでね、私なんかは思って見てたんですけども、あれはないの、うん、北海道、調べると県北の方とかこの辺りですってね、あの群馬とか、それこそちょっとなんかあまりこうライバル意識がある群馬、茨城、栃木あたりのね、あのお盆の風習っていうかね、らしいんですけど、8月の1日から13日にかけてのものなんですね、うん、で、地獄の釜が開き、ご先祖様がお盆の13日かけて家に帰ってきますって。その時の道中お腹が空くでしょうから、お饅頭を差し上げると、そのお饅頭は釜の蓋饅頭と名付けられた炭酸饅頭ですっていうね、あのちょっと調べたらコメントがありましたが、ちょっとあの辛口なことを言って皆さんなんか
結構厳しい思いをされてるっていうか、うん、あの多分先祖地獄に行ってないのになっていうねなかなか皆さん厳しいですよね、こう地獄に追いやってるんだなってね思いながらね。でもね、小学校の頃、うん、もっと小学校の低学年とかそれ以前か幼稚園とかの頃って、はい、あのそういう話を今頃の時期とか親とか先生に聞くじゃない、うん、はい、で、あのなんだろう、みんなやってましたよ、あの校庭とかで地面にこう耳を当てると、うん、釜の蓋がそれ開く音が1日の日に聞こえる、それ何時か分かんないとかって言われる。そうすると子供だからさ、うん、聞きましたっつってさ、みんなでなんか意地になってこうやってさ聞こえたようにね、聞こえるような感じもしてくるでしょうね。でも耳当ててと何かが聞こえるのかもしれないけど、今でもいないよね、8月1日にそれ校庭とかでさ、こう何子供がなんかこんな何人もこんなさあれなんか倒れてるよとかって言われちゃうよねなんかね、こう釜の蓋の都市伝説みたいな感じですね、うん、あれちょっと思い出すと異様な風景だなと思う、うん、ね、きっと多分ご先祖様も俺は地獄には行ってねえよって思うんだよね、上どうから俺こっちだぞっておいおいと思うやからね、まあ面白いこうね、うん、あの空中ですが、そうだね、地獄だよね、ちょっとひどいなあれって感じだね、言われてみると、もうね、ちょっとあの 天国とのね扉が開けられるっていう名前にしてほしいなとかね、勝手に、はい、ね、それだったらなんか良さそうじゃないね。まあただね、あの炭酸まんじゅうは美味しいですけどねえ、あれいくつも食えちゃうタイプ？私は1個でいいタイプです ね、きっと甘党の人は結構あの重たくはないですもんね、炭酸まんじゅうなので。そう、大きい、でも結構見てると大きいですよね。うちの親父まだ生きてた頃は、うん、炭酸まんじゅうとかあれ？いくつ食ったのっていうぐらい本当に食べてたけど、自分もちょっとしあれは1個食べれば十分だろうって思ったけどでもね、見てるスーパーとかで売られて見てると、かなりの皆さん数買ってってね、きっといろんな方に配るんでしょうかね。買ったりだから、多分家族の分プラス、うん、なんとかとなんとかとなんとかとかって感じでね。どうなんですか、釜の蓋まんじゅうだけを食べるんですか、それともなんか付け合わせとかってあったんですか、漬物とか、そんなのはない、うん、あれだけ、炭酸まんじゅうにたくあんとか、なんか甘いからしょっぱいの食べたいとか、それは知らない、なんなかったようですね、そう、ちょっとそれは分かんないですね、まあね、あと車に乗ってね、運転してて、こう農家のうちのね、あの庭先にこう竹で作ったなんかこう十字にこう刺したのに、こう鳥小屋みたいなものが刺さっててね、あのあれもきっと夜火をつけてこう先祖様が帰ってくる自分の家を知らのね、道しるべとかね、なんかやっぱりあお盆の時期なんだなって。でもあれも減りましたよね、昔は本当にもうなんだろう、すごいどこの家でもってまではいかないけど、うん、すごいいっぱい立ってたような気がしたけど、最近見ないよな、ちらほらですかね、うん、ちょっとね、ではね、やってるうちもきっとね、代々やられていいですよね、そういうのもね、なんか あとあれか、初盆の時だけかな、今はね。あ、昔はどうだったんだろう。なるほど、初盆、うん、多分そういう感じだと思いますね。またね、これの他にもね、もしかしたら県北この辺でね、あのお盆の時のなんか習慣とかね、食べ物とか何かあるのかななんて、うん、私なんかはね、すごく興味津々でこういろいろちらほら見ながらね、あの運転してるんですけども、はい、この他にもね、美味しい釜の蓋まんじゅうの他に何か出てくるのかななんてね、思いながら、もうないですかね、お盆の時は。特別はないですよね。これからは鮎はね、もう出始めてね、あの鮎釣りとかね、鮎釣り大会もなんかきっとね、もうそろそろあの中川の方で行われたりね、してくるのかななんてね、思いますが、はい、まあね、お盆はね、うん、仏教の言葉で、ウランバナっていうね、言葉が、なんか、ウランバナが、
なんか藪入りに結びついて現代に伝えられたものってね、なんかいうお盆の習慣らしいんですね。仏教のなんかやっぱり習慣らしいんですが、まあね、いろいろお盆につれてもね、イベントとかもね始まってきますが、まあね、近頃、この辺でもねスーパー見ると桔梗とかほおずきなどお盆につきもののね、 あとキュウリとかね、ナスでね作る馬のね、その作るグッズが売ってたりとかね、はい、あれもね本当不思議で面白いですね。あれに乗ってくるとかってね、あれも本当昔はね別にそんなの特別買わなくても今の時期キュウリとかナスなんてあったんだよね、なんかね、今こうなんかちょっと本物ではなくレプリカじゃないけど、ね、毎年使えるようなねこうあれのが売ってましたね。なんかこう面白いなと思ってね、まあただねやっぱりそういうのにねこう気にする方はね、もし離れていてね供養できないとかね、お墓参り行けないなんていう方はこうね、自分の家のどっか一角にねそういうスペースを作って、まあそこにそういうキュウリとかナスで作った馬を飾って、お水を備えてお線香を焚いて供養してあげましょうっていうね、なんかこともいいんですって。こう気になる方はね、あとはね、まあお墓参りに行けない方も少しねお盆のお飾りをして思いを伏せていただくのも夏のね日本のなんか日本の夏っていう感じでね、いいのではないかななんて思ったりしますが、トムさんはお盆の時はこうご家族とか親戚で過ごされたりとか、なんか宴会したりするんですか？いやー特にないですね。昔はやっぱりありましたけどね、小さい頃はね、でももう仕事とか始まってからはうちって私もそれお盆とか正月とか関係ないし、はい、兄貴もなんだ、そういうの全然関係ない仕事なんで、あんまりそうですねそういう感じはないかもしれない、ね、まあ、でもねスーパーに行くと結構お盆の宴会グッズなどをねいろいろこう、またグッズって食べ物ですけどね、こうオーナブルとかねたくさん、いろいろ並んでね、やっぱりね、こう親戚とか集まってくるお家は多いでしょうし ね、そういう時期ですよ ね、まあ、ねお盆につれて、はい、いよいよね今週末ですか、はい、お盆といえば盆踊りですね、はい、盆踊りもね子供の時はねただただイベント祭りかなと思ったらね、これも一つのねそのご先祖様をね、はいはい、祭るじゃないですけど、なんて言うんでしょうね、呼び寄せるっていうかね、はい、での踊りなんですもんね、はい、それが、8月の12日にね、あれいいんですよね、お盆祭り、盆祭りが夏祭りがね、はい、黒磯の駅前でね、大きな盆踊り大会が始まります。はい、午後2時からですかね、はい、ありますね。これはまあ抽選会の話なんですけど、はいはい、これは黒磯の駅前商店盆踊り大会ですね、結構ね結構な人数今回参加されるなんて言ってましたので、はいはい、もしよかったらこの巻狩りクンポン券、巻狩りくんとクーポン券を混ぜたんだ、読みづらいから巻狩りクンポン券それを持ってで行くと抽選かなんかがね、お店でなんかもらうと抽選っていう形ですか ね、はい、ね、もしねこう持ってるスタンプね、はい、こう家で溜まってるなんて言ったらこの時にちょっとね行っていただくと、こう抽選会があるのでいいかなと思います、はいはい、あとは那須塩原市のね今日ちょっとホームページを見まして、こうね夏の間どんなイベントがあるかななんていうのでちょっと検索していたイベント情報なんですが、はい、今日はまあいろいろやってます。結構充実してると思うので、このね
イベント情報ホームページ見て、うん、あのお子さんいる方とかね、はい、あのお母さんがこう利用していただければいいのかなと思うんですが、うん、三島の公民館事業で夏休み子どもクラブがあったりとか、あと家庭用オーブンで作る楽しいパン作りなどがね、8月8日まで毎週水曜日にね、事前予約が必要ですがこうあったり、はい、このね詳しい内容はきっとあのそのホームページを進んでいただいて、うんうん、で自分の気に入ってるこう気になるところをクリックしていただくと多分詳しい内容が、はい、出てくると思うので、はいはい、あとはですね、子ども卓球教室であったりとか鍋かけ公民館ので寿学級とか、あとなザな鍋っ子遊び塾とか結構鍋かけもねあのいろいろやってますね。あとは勤労青少年ホームではフットサルの講座、これもね9月の26日からやっていたりとか、いろいろありますね。あります。なのでもしねお母さんがちょっと時間をね作りたいなっていう時、お子様をこういうところにね預けたりして行くのもいいですし、あうちの子供宿題も作品もやってないっていう方はまた勤労青少年ホームで書道講座もやってますので、はい、こういうのもね利用して行ったりとか、結構もうあの充実してあのお知らせがバッチリ入ってたので、はい、ぜひぜひこの市のねイベントをねあの利用してねやっていただくとあの頭を抱えずに済むかなと思ったりね、はい、しますが、はい、あとはねあのいつもの私が行くカフェの好きなところのカフェの一つで、まあはい、カフェセントロさんで、あ有名なところですね、有名ところでね、うん、あの今はちょっとねあのギャラリーでフェアトレードの、ね、雑貨をね販売されているので、はい、フェアトレードはね、まあ、言葉も知っている方もいると思うんですが、うん、あのね、アジアの方でねあの仕事が、ね、ないとかってねいろいろそういうのをあの物を作っていただいて、そこちらのね特産品とかね、はい、でそれをこっちに持ってきて私たちが購入して、そのお金がまたそっちの国にね渡るっていうかね、こうあの一つのこうなんだろう、フェアトレードなのでボランティアとも違いますが、お互いの助け合いができるね、はい、もんだし、あと作品もすごくね心がこもっててね、もう全てね手作業でね作っていたりとか、あの洋服にしてもね、あと食べ物にしてもコーヒーとかね、チョコレートなんかもね結構有名でありますが、ほうほうほう、ちょっとねあのどんなものがあるのかなと思ってね、あの時間つぶしに見に行っていただければいいかなと思います。はい、はい、そんな感じでお知らせはね、うん、な感じなんですけれども、ね、お祭りがまずはねあるので、先週ですか、あの週末にね黒磯の方の、まあ、那須塩原ですかね、あの花火大会があって、はい、今年はね3年越しでの花火大会だったのですごかったよなんてねあの聞きますが、はい、行った方はいられますかっていうか、いますかっていう感じですか。多いんじゃないですか ね、うん、私はちょっとね遠くから車運転しながら、あ花火が上がってるのでね見ましたけども、うん、トムさんは行かれました？いやほとんど行ってないですね、どこにも、ね、で今週末はそれ、うん、宇都宮だけど ね、あの宇都宮の花火大会、あれの実行委員会とかやってる人たち何人か知ってるんですけど、はい、やっぱりあのすごいですよね、その花火大会とか一つこう開催してしまうエネルギーっていうんですかね、でその宇都宮の花火大会だとあのいろんなまあ目標とかあるじゃないですか、はい、それの一つに翌日の片付けを簡単にしようと、うん、いうなんか流れが一つあるみたいなんですけど、はい、あの まだ結構ねその翌日のゴミとか結構あるみたいなんですけど、うん、何年か前から見ると本当にすごい減ってる、うん、でこの前の黒磯 の、はい、あの黒磯っていうかあの何でしたっけ、那須のふるさと花火大会、はい、そっちでもなんかゴミの量とかがだいぶ減ったような話してたと思うんですけど、うん、なんかいい傾向じゃないですかね、なんかね、どうしてあのなんか方法とかってこう気をつけてるところってなんかあるんですかね。どうなんだろう、だからゴミ箱とかを置けば
捨ててくし、だからみんな持ち帰るようなそういう習慣がついてきてるんじゃないですかね。なんかね、こう食べたり飲んだりした、うん、こう空き容器とかなんかそういうのは、まあ、とりあえず持って帰りましょうみたいなね、うん、流れになってくるといいですよね。ね、あとはやっぱりね、うん、少しゴミ箱とかをまあ設置していただくと、うん、やっぱりそれなりに皆さん捨ててって ね、そうですね、ないとね、なんかこう見えないところでポンと捨てたりとかね。このね、あの今さっきもあのアクアス のお手洗いっていうかね、すごくいつも綺麗にしてくれている方がいて、うん、はい、このね、でやっぱり綺麗にしていると汚すと悪いっていう、なんかこう心理状況って働くみたいですね、人間ってね、はい、なんできっとそういうのでこう行くんでしょうかね、うん、あとあれですよね、前もってもう参加する方とか入り口を、うん、まあ、どこかのね、あのキャンプ場でそういうのをやってるみたいなんですけど、入り口をもうギュッと一つにして入場料を取るとか、あと逆にゴミ袋を買ってもらうっていうのもいいかもしれないですね。スーパーの袋を50円でとかで買ってもらったりして、100円とかね、でその中にゴミを入れて自分で持って帰ってくださいみたいなね。それかまあ捨ててもいいので、その分はね、うん、そうです ね、もうなんかゴミのそれ 有料化、うん、っていうのはなんかいいんじゃないのかなと思いますけど ね、うん、でもね、そうやって綺麗にね使っていくと結構後味もいいし、また次の時にね、はい、あのこうやってくれる主催側、シャワー側もね、うん、またこうなんか盛り上がれるっていうかね、やっぱりね、でそのゴミとかの片付けだけで、それね、翌日もボランティアの人が、うん、何十人とかがかかって片付けたとかっていうと、うん、その分のねコストだってやっぱり ね大変なものになっちゃうから、やっぱりそこら辺はもう、ね、うん、持ち帰っていただいて、はい、であの捨てどうしてもやっぱり捨てていく人は有料、ね、うん、の袋を使うとか、なんかそういうの協力は OK なんじゃないですか、ね、うん、なんかそのね、宇都宮のそういう花火大会の結果をちょっと私聞きたいななんて ね、どういう風にね、やったかなんかはね、ちょっと聞いてみたいなと思うので、はい、もし何かありましたら教えてください。はい。はい、まあね、まあ、盆踊り大会、せっかくなのでね、もし皆さんも良ければ浴衣なの来ていただいて、うん、ね、行くのもいいですし、あとはね、怪我とかね、人が多いところなのでね、気をつけて。あと車の駐車場がちょっとね、もしかしたらないっていうかね、あのかもしれないので、電車使える方はね、本当駅前なので、はい、電車使ってね行っていただいて、うん、でまあね、そうするとね、また楽しいビールも飲めるとね、いうこともありますし、はい、はい、まあ、くれぐれもね、なんかいろいろ車の事故のね、いろいろニュースで聞くので、あのちょっと気をつけてね、いただければいいと思いますが、はい、はい、うん、そんなね感じですね、はい。ね、ではね、あとまたね、来週もね、いろいろなイベント情報をね、来週もきっとね、盛りだくさんのイベントがたくさん、あのたくさんたくさんだってあの入ってくると思いますので、はい、また来週のね火曜日に、あ、はい、火曜日の555で、あのお知らせできればと思います。はい、はい、それまで皆さんね、あのまた楽しい夏休み、またね楽しい夏を過ごしください。それではさようなら。レディオアクアス、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 エイト、ドゥワー。